はい、こんにちは。英文法のなぜなに講座第4回目です。この間はジムっていう体育館ね、あれジムネイジアムっていう単語の前だけ取ったジムっていうのが体育館ってなってるんやけど、あれ語源的には裸になる場所っていうことでですね、みんな裸になってスポーツをしなければいけないっていうね、ちょっと出だしが あれですけれどもね、冬やし裸にはならへんよな。はい。じゃあ、とにかく、今日はね、なんで、マニーっていうね、お金なんだけれども、数えられるやんけって、な、思うような名詞が、なぜか数えられない。で、それがなんで、まあ、っていうよりかは、まあ、どういう考えのもとで、なっているのかな。そして、まあ、どういうふうな判別方法で、そういう数えられそうなものでも数えられない名詞なのかなっていう、どういうふうにね、判別方法を取ったらいいのかなっていうことを今日は喋ります。はい。じゃあ、ちょっとね、最初からちょっと行くんやけれども、まあ、名詞には2つ、あとね、加算名詞っていうのと不加算名詞っていうのがありました。まあ、俗に言う、まあ、加算名詞やったら物質名詞なんてわけのわからん名前がついとるよね。こんなん言わへんわな、普段。ものやって、な、手に取って数えられるものやって思ってくれたらいいよな。で、もう一個、不可算名詞って数えられやんちゅうやつがあるな。まあ、言うんやったら、まあ、抽象名詞とかって言うわな。例えば、まあ、こんな、下に、インフォメーションって書いてあるけれども、手に取って数えられやんもんっていうのを基本に、数えられない名詞として扱っていました。だけれども、じゃあ、マニーって手に取って数えられるじゃないかっていうふうに考える方も多いと思います。ですよね。だってそうだもの。ね。で、じゃあまあ、数えられないって言ってるんだから、じゃあなんでその数えられないのかっていうね、方法をちょっと探っていきたいんだけれども、ね。まあちょっと判別法1とここに書いてあるんだけれども、その名詞が概念だとか、それから総称を表しているものに近いっていう法則があります。ルールみたいなものね。例えば、マニーっていうのは、まあ、お金と訳されるけれども、お金やんな、これな。さあ、物を買うときにお金をまあ払うんだけれども、あれ、払っている物っていうのは、お金っていうよりかは、むしろ、こっちじゃない？とか、こっちだよね。コイン、硬貨、そしてベオが紙幣。ね、こっちをなんとなく中間、こっちを払ってるでしょ？で、こっち二つとも払える、数えられる。ね。っていうことで、こっち一番概念として考えてるんだけれども、何っていうのはお金っていう価値。価値は数えられないね。概念だもの、考えだもの。価値として考えてみると、ああ、まあ数えられないかなと思ってもらってもいいですし、コインとかビルっていうものの総称として考えてもらっても OK。はい。そして2番目。これはファニチャーなんだけれども、これは総称に近いかな。ファニチャーも数えられないよって習っている方、たくさんいらっしゃると思いますね。家具という意味でした。さあ、この家具、総称に近いということは、つまりいっぱい家具があるじゃないですか。家具と一言で言っても、例えば、chairs だとか、desks だとか、ごめん、間違ってるね。チャーだね。失礼。ごめんして。で、あと、棚とか、shelf なんていうのがあるでしょ？これ全部数えられるやんか。なあ、それは、ファニチャーっていうものが総称に近いからだよっていうふうに考えてもらうといいかなと思います。で、まあ、こっちもね、僕結構好きなんやけど、2番目のね、これすごい好きで、半分に割ってみるっていう方法なんやけど、すごい、もう本当に半分に割るの、こう、パッカンと。例えば、まあ、ここに書いてあるチェーズとかデスクスとか、もう全部パンって割ってみるの。で、半分に割って、元のまんまなんか、全く別物になるかで、不可算なんか加算なんかっていうのがわかります。じゃあ、ちょっと今思いつくもので、半分に割ってみて、元のまんまのものはどっちと思う？全く別のものだったらどっちだと思うって、ちょっと考えてみて。はい、なんか思いつく？
はい。で、先に答えをね、言っちゃうと、半分に割ってもね、元のまんまのものだったら、不可算になります。そして、そう、全くね、半分にパッカンって割って別物だったら、加算名詞っていう風に考えてもらうっていうことですね。どういうことか。さあ、さっきの言っとったチェアーズとかデスクとかシェルフとかを頭の中で半分にバキバキっと割ってみましょう。椅子でしょうか机でしょうかね、棚でしょうかってね、物が置けないっていうことですね。違うでしょ。つまりこれ全く別物、木材ですよね。木でできてたらね、木材ですから、ほら S つけるでしょ、加算名詞。じゃあ不加算名詞元のままだ、これどういうことか。そうだな、例えば water、 水のこれ water あるね。これ数えられないね。でもさ、これ手に取って数えられやんっていうのが基本やったやろ。ね、手に取って数えられやんっていうのが基本やったのに、いや、ウォーターは手に取って数えられるじゃないかと。で、これも半分に割ってみましょうと。手にすくってこうやって、パンって半分に割ってみましょう。左右に分かれたものは、どちらも水ですね。水ですね。つまり、半分に割っても、これは、ね、元のままでしょ。つまり、これは、上の表の通り、不加算と、いうふうな考え方ができますね。これを元にしてもらうと、それ、チョークも数えられないでしょ。で、それから、お肉のミート、これ数えられないって言うでしょ。で、それから、お魚のフィッシュ、これも数えられないって多分言ったと思う。ね。だって、お肉って割ったってお肉じゃない。でしょ？お肉はどんだけ割ったってお肉じゃない。食べられるお肉じゃない。でしょ？ね。だからでしょ。今のところ例外は、クッキーです。割って、元のままなんやけれども、加算名詞だっていうやつはクッキーです。クッキーは数えられるんです。なんでか。ちょっと調べときます。皆さんなんか興味あったら調べてみて、僕もまた後で調べる。またコメント欄に書くかもしれない。また追加化でするかもしれないけれども。はい。まあ、とにかくね、こんな感じで、マニーをね、はじめとして、他に数えられそうな名詞をちょっと見てきたんやけれども、総称とか概念に近いもの、そして半分に割ってみるととっても分かりやすいんだよ、っていうことを紹介してきました。はい。こんなんを使ってね、実際にね、英文を作るときだとかにね、つけたらいいのかなっていうふうに感じてたりとかね、するとき、ちょっとね、気をつけてやってみるといいかなと思います。はい。じゃあ今日は第4回ね、やりました。はい。じゃあ次の第5回目はね、あ、そうそう、予告でね、間違っとったよね。予告は確か、予告では、イントロダクションでは、多分、助動詞の丁寧表現のことを言うつもりやったんやけど、ごめんして。次はね、丁寧表現の、助動詞はなんで過去形を使うと丁寧になるのかなっていう話をね、ちょっとしますので、楽しみにしていてください。はい、じゃあこれで終わります。ありがとうございました。